眼科医の平松です。今日は緑内障の点眼薬キサラタンまたはラタノプロストについてお話しようと思います。なんで2個名前言ったのかっていうと、キサラタンっていうのは商品名って言って、ラタノプロストっていうのは一般名って言います。ちょっとややこしいんですけど、この世の中ってね、薬が出るときって最初はある会社、今回で言うとファイザーって会社が作るんですよ。その時の商品名がキサラタンな、カルビーポテトチップみたいな、そんな感じでも、ポテトチップっていうのは一般名称で他のものを使えるのかな、そんな感じのイメージですね。だから、なんだろうな、ビッグマックっていうのはマクドナルドが使えて、で一方でなんか南蛮バーガーだったらどこでも使えるじゃないですか、あんな感じのイメージですね。なのでキサラタンっていうのはその商品、ファイザーのだけを言います。その中の主な成分をラタノプロストって言って、よく後発品とかジェネリックって言われるお薬はラタノプロストなんとかとか千獣とかなんとかって会社の名前がついてくる、そんな感じになってくるっていうのがありますと。なのでラタノプロストとキサラタン同じ薬だと思ってください。じゃあこのお薬の特徴は何なのか、どういう種類なのか、すんごい細かい分類で言うと、例えば緑内障診療ガイドライン第5版とかに言うと、プロスタノイド受容体関連薬とか FP 作動薬、昔で言うと PG 薬って言ったんですけどね、っていうようなお薬です。分かんないと思うんで、ここを分かってもあんまり意味ないことなので、それより重要なのは1日1回のお薬であること、そして副作用、一つはまぶたが黒ずむこと、そしてまぶたが硬くなるってこともあるんですよ。だからなんていうかな、ゴツゴツする感じになってきたりとか、あとはまつげが伸びちゃう、ここら辺が最も代表的な、副作用です。でそれ以外ないのっていうと、ちょっと炎症が起きやすくなったりっていうこともよく言われてます。なので目の炎症の病気の時はちょっと控えたりとか、手術後お休みするってこともあると思います。でいいのは1日1回のお薬であることと、かなり昔からある薬なの で結構ね、このプロスタノイド系のお薬の中でも効果もそれなりにあって、歴史もあって、で眼圧を下げるだけじゃなくて視野の進行抑制のエビデンスって言って証拠もあるんですよ。これどういうことかっていうと、眼圧下がれば視野って止まるんじゃないのって思ってるかもしれないですけど、もしかしたらその眼圧の下げ方は視野の進行を止めてないかもしれないっていうのもあるんですね。でそれってちゃんと調べられてなくて、目薬でいうと 2,3 種類しかない、他は眼圧下げてるから視野止まるでしょうっていう、そんな感じなんですよ。そういう意味で歴史があるお薬であり、そういう証拠がかなり揃ってるっていうのがメリット、ね、デメリットとしてはプロスタグランジンのお薬の一般的なデメリットとして今挙げたようなことがある、あと充血もね、結構するっていうことがデメリットで、キサラタン、ラタノプロストはそれだけもあるし、ザラカムとかって言ってベータブロッカーっていうお薬と混ぜたりとか、そういうふうに他のお薬と混ぜるっていうのも、キサラタンというのは比較的あるお薬、ラタノプロストっていうのは比較的あるお薬になりますので、合剤って言いますけど、そういうのもキサラタンは、ラタノプロストは使われているお薬だっていうふうに考えていただけるといいと思います。で、その仲間のお薬としては、ルミガンとか、あとはトラバタンズとか、あとはタプロスとか、そこら辺ですね。ここら辺も仲間のお薬になる。なので系統としては一緒ですね。ちなみにどうやって眼圧を下げるかというと、ブドウ膜流出路って言って、ちょっと特殊なゲートから目の玉の水を排出するっていう感じになる。でこの系統のお薬が一番眼圧を下げてくれて1日1回で効くので、これはいいよねっていうふうに一般的に言われているお薬になります。1日1回でいいって言っても、1日1回でずっと効いてるっていうよりは、バーッと効いて下がってきて、下がりきる前にもう一回お薬するみたいな、そんなイメージと思ってください。じゃあ3回やると効くのっていうと、3回やったからより効くわけじゃないので、普通に1回させていただいていいかなって思います。一番よく勧めるのが、お風呂入る前とか顔を洗う前に目薬してくださいって言ってます。なぜか目薬した後つけっぱなしにするとまつげや伸びたり目の周りが黒ずむので、そういうふうにお勧めしてるってことです。今日は緑内障の点眼薬キサラタンについて、ラタノプロストについてもお話しさせていただきました。今後もこういう緑内障のお薬とか、いろいろアップしていくんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。